はい、このダンスはタイの古い伝説をもとに作られたダンスで、タイ北部タイアイという地方のダンスだそうです。伝説の中に登場するキンガラートは体の半分が鳥で半分が人間、本当は鳥である容姿を人間に見立てつがいで踊るスタイルからお祝いなどに、披露するダンスと言われております。そうですね、はい、このダンスはですね、あのタイの北部、はい、はい、北の方でございます。はい、ではお楽しみください。ノッキンからどうぞ。
ございました。はい、ありがとうございます。ね、あの大きなね、あの羽みたいなのつけてるタイの北部の方で私も踊り見たことあります。そうですね。はい。さっきの鳥をね、なんかクジャク、ね、クジャク、クジャクのあの鳥です。はい。はい。はい、ありがとうございます。それでは続いての演目をご紹介したいと思います。はい。次の演目は。ナタリーファイヤーでございます。はい、この曲はタイの東北イサン地方のガラシンという都市の王様、ね、王様のとても綺麗な娘さんをモチーフとしたダンスだそうです。はい、中央で、踊る娘、ファイヤ ー, イヤー、はい、なんてファイヤーファイヤーそうですね、という方です、はい、お名前ですね。そうですね、はい、ファイヤーさんですね、はい、を女性たちが囲み、より綺麗に引き立てようと演出している様子をダンスにしているということですね。すっごい衣装も綺麗ので ね、はい、皆さん衣装も合わせてね、お楽しみいただきたいと思います。はい、ではお届けいたします。どうぞ、ナタリー・ファイヤー。
とうございました。ありがとうございました。ね、綺麗でした。